久光製薬株式会社は、東京都千代田区と佐賀県鳥栖市に本社を置く日本の医薬品メーカー。創業者の久光二平が1847年に、同社の前身となる小松屋を、田代梅薬の一業者として創業。当時は、基人館などの岩薬を製造していた。二平が1877年の秋に死去すると、長男の久光陽一が家督を継いだとされ、 その後は、余一の三男である中富三郎が家督を継いだ。久そみ兄弟合命会社時代の1934年に、今日まで同社の主力製品となるサロンパスを発売。これがロングセラーとなったことで同社の基礎を固めるとともに、1965年に現社名に改称する。その後も、エアーサロンパス、サロンシップ、サロンパスハイなどの製品を、 次々と送り出す一方で、モーラス、モーラステープほか、医療機関用消炎剤にも進出しており、2005年には、SS 製薬の医療用医薬品事業を譲り受けする。SS 製薬の医療用医薬品はシップ薬などの外用消炎鎮痛薬が主流で、当社の得意分野を譲り受けしたとも言える。製品開発、生産については、佐賀県都市に所在する本社で行われているが、 営業、宣伝、マーケティングなど、その他一連の業務については、東京都千代田区に所在する東京本社で行われている。社掌は小松屋の紋章である。久光のロゴマークは1989年から制定されており、これまでに過去に回変更されている。また、四代目ロゴマークからは従来ロゴの下にあった久光製薬の表記が、 テレビ CM のサウンドロゴを含めてなくなり、ロゴマークのみとなった。なお、小松屋の章がデザインされた車章は現在でも引き続き、使用されている。また、CM で使用される、久光の、サウンドロゴは、2015年11月6日付で、音の商標第1号として登録されている。テレビ番組において、近年は、スポンサークレジットが2種類存在しており、 白文字表示時は、久光製薬。カラー表示時は、久光となっている。ありがとうございます。